これは大崎市の伊藤康史市長が会見で明らかにしたものです。日本語学校の設置場所について大崎市は、選定会議で地域から要望があった西古川や清滝などの廃校となった4つの小学校を対象に検討を進めてきました。その結果、JR の駅が近いことや周辺の環境などから旧西古川小学校が適地と判断されました。 グローバル化社会でありますので、より多文化共生社会を目指していくと、海外からも魅力を持って選んでいただける大崎市のまちづくりを進めていきたい。大崎市は今後、およそ2億円をかけて校舎の改修工事を行い、来年4月までに国に日本語学校の開設を申請することにしています。